あなたが普段何気なく身につけているその衣服を見て激しい殺人衝動を抱く人がいたとしたら。2009年8月5日、舞台は大阪府堺市。この日警察署へ連行されたその男は前上博士。約半年前に遺体で発見された女性の殺人容疑がかけられていました。前上は容疑を否認していましたが、警察は被害女性と彼の20回以上にも及ぶメールのやり取りを提示。前上はサイトを通じ、一緒にしませんかと女性を呼び出して殺害していたんです。取り調べが進むにつれ、前上は観念した様子で犯行を自供。そして同時に驚愕の発言をするんです。5月には男子中学生、6月には男子大学生を1人殺しました。そう、前上は逮捕のきっかけとなった女性を合わせサイトを通じ計3人を殺害していたんです。前上が自白した現場を捜索した警察は残り2人の遺体もすぐに発見。同時にサイトを通じて行われたこと以外に、この連続殺人事件の奇妙な共通点が発覚します。実はこの事件の3人の被害者は死に際に全員白い靴下を履かされていたんです。被害者全員が白い靴下を身につけて亡くなった奇妙な連続殺人事件。白い靴下が意味するものとは一体。犯人の心を支配していたのはトラウマが生んだ歪んだ心だった。おそスフィリピンのタイから帰ってきたよ。ケンちゃんです。卒業式の第2ボタンは服ごと剥ぎ取ります。ヤミコです。タイに行ってきたんですけど、暑くて向こうね31度とか2度だったんです。ライブ配信で汗だくだく、はい、タイに行ってちょっとやばいね、闇取引をしているような市場に潜入した動画もあるんで、ぜひね、見ていただければと思います。はい、本日ご紹介するのは2005年に大阪で起こったサイト殺人事件についてなんです。この事件恐ろしいことに、犯人はサイトでですね、者を募って一緒にこう死のうぜってこう心中をね装って、それで来た人が いるじゃないですか、もうね自分はせずに相手にどんどん手をかけるっていうことをしていたね、非常に恐ろしい事件なんです。いや、相手がそういう願望があるならいくらでも殺していいっていうのも絶対違うわよね。そうですね。むしろ救ってよって思うんだけど、本当なんか卑劣なやり方で自分の欲求を満たしてるとしか思えないわよ。まあこれね、胸クソ悪いのもそうなんですけど、この事件ね、サイトを使ったということ以外にも被害者の3名にある共通点がねあったんですけど、一体どのようなものだったんでしょうか。抑えられない衝動。2005年8月5日、大阪府堺市。その日警察署へ連行されたのは前上博士。堺市で派遣社員として働いていた男でした。彼にかけられていたのは、約半年前に大阪府南部河内長野市の河川敷で発見された女性 A さんの殺人容疑。 A さんの PC からは前上との20回以上にも及ぶメールのやり取りが発見されており、その内容が前上の殺人を示唆していたんです。加えて警察は前上が以前運営していたホームページを復元して提示。ページに書かれていた内容もまた犯行に関係のあるものでした。当初は容疑を否認していた前上でしたが、それらの証拠を前に観念したように罪を認めたんです。口を塞いで苦しむ姿に興奮を覚えたんです。私自身が死ぬつもりはありませんでした。前上が私自身が死ぬつもりはなかったと話したのは、犯行がサイトを介してのものだったため、 A さんはサイトを通して前上から心中を持ちかけられ、呼び出しに応じたところを殺害されてしまったんです。さらに前上はこの他にも2件の殺人を自供。5月中旬に男子中学生、6月上旬に男子大学生を殺して埋めました。こうして翌日、翌々日にかけ A さんの遺体が見つかった河川敷からわずか数キロ地点の山中で2人の遺体が発見されることに。前上はこの男子中学生、男子大学生ともそれぞれサイトを通じて知り合ったと話します。そして全てを話し終えた前上は静かにこう語りました。もう全て終わらせたいんです。自分で自分の欲望を止められないのなら死刑になって幕引きにしたいんです。欲望を止められないって何を、人を殺したいってこと。それがですね、前上の殺人衝動は他のね殺人犯と違ってですね、単にこう殺したいっていう感情だけではなかったんです。前上が手にかけた3人の被害者にはサイトで呼び出されたこと以外にも2つ共通点がありました。1つは3人がいずれも窒息死させられていること。そしてもう1つの共通点は、前上が被害者3人に白い靴下を履かせて殺害していること。そう、前上は白い靴下を履いた人間が窒息する姿に興奮を覚えるという異常性癖の持ち主だったんです。その根幹の原因を探るには前上の幼少期まで遡る必要があります。
1968年8月8日、前上博は大阪府堺市で生を受けました。警察の白バイ隊員だった父は仕事で出ずっぱりで、育児は母に任せきり。ただそんな父の背中に幼少の前上はいつも憧れを抱いていたといいます。お父ちゃんは悪人を捕まえる正義の味方なんや。警察官の息子でお父さんに憧れてたわけでしょ、うん、正義の味方に憧れてて、なんでそうやって人を殺すような人になっちゃうのよ。やっぱね、前上はね、お父さんの職業柄、推理小説を好んで読んでたみたいなんですけど、それがね、前上にね、いろんな欲求の衝動をこう起こしてしまったんです。それは前上が小学4年生の頃。なんだこれは。江戸川乱歩の小説を読んでいた彼はこれまでに感じたことのない興奮を覚えていました。前上を釘付けにしていたのは、犯人が薬品を染み込ませたガーゼを使いターゲットを失神させるシーン。そのシーンを読んだその時から彼の中に一つの欲望が生まれたんです。僕も小説の犯人みたいに人を窒息させてみたい。そして小学5年生を迎えた頃、前上はついに下校途中の女児を後ろから襲い窒息させてしまうんです。この一件から完全に異常性癖に目覚めてしまった前上。いずれも大事には至っていませんが、以降彼は高校卒業まで薬品を染み込ませたガーゼで子供の口を押さえつける犯行を50回以上も繰り返したんです。子供の頃からめちゃくちゃヤバいやつじゃないの。警察は何も言わないの、これに対して。まあなんか地元の警察の中では要注意人物としてね、マークされてたみたいなんですけど、うん、この頃はまだ人を傷つけるとかじゃなくて、口をね、こう押さえるっていうことだけしてたんで、まあそれでもね、やばいんですけど、なんかギリギリ逮捕されてなかったみたいです。それでも嫌だけどね。さらに前上の異常性癖は窒息に対してだけではありません。それは彼が中学に上がったばかりの頃。ドキドキする。この時前上が視線を向けていたのは教育実習で来ていた女子大生ではなく、その女子大生が履いていた白いスクールソックス。その日帰宅した前上はそのスクールソックスを想像しながら G 行為にふけたといいます。これは白い靴下を履いていたのが女性だったからではなく、前上は白い靴下を履いている人なら老若男女誰にでも興奮を覚えていました。白い靴下を履いているというだけで駅の清掃員を尾行したこと。反面前上は女性の裸を見て興奮したことは一度もなく、中学時代ポルノ雑誌を見て談笑している友人たちを前に自分が人とは違うことを悟ったのだといいます。このようにしながら窒息、白い靴下という異常性癖を持つようになった前上、その衝動は徐々に表だった事件にも発展するように。大学1年の頃には白い靴下を履いていた友人に欲情し馬乗りになって首を絞め停学処分に。そのまま自主退学を選びます。さらに前上はその後郵便局へ勤めるようになりますが、ここでも白い靴下を履いていた同僚の首を絞めたり、スタンガンで暴行を加えたり。そしてその間の2ヶ月ほど前上は一切の記憶がないと語っているんです。この時精神科を受診した前上は乖離性障害の診断を下されています。乖離性障害ってのは、分かりやすく言うと多重人格みたいなこと、うん、そうなんです。多重人格は乖離性障害の中の一つの症状なんですけど、実は他にもね、いろんな症状があるんです。というわけで本日のメトラキーワード、乖離性障害について。乖離性障害とは、本来は一つにまとまっている意識や記憶などの感覚が一時的に乖離してしまう状態の総称。特定の場面の記憶が抜け落ちる乖離性健忘。自分が誰かを思い出せなくなり行方をくらませてしまう乖離性頓走。自分が自分ではないように感じ外から眺めている感覚になる離人症障害。複数の人格が交代で現れる乖離性同一性障害など乖離性障害の中にも様々な症状があるんです。このうち前上に現れていたのは乖離性健忘の症状でした。乖離性障害の症状が現れるのは多くの場合強い心的ストレスを感じた時。前上も白い靴下を履いていた友人に暴行を加えたことに対し抑えられないイライラが突然湧き上がったと言及。白い靴下に何らかの心理的影響があった可能性が高いんです。郵便局の一件では起訴こそされなかったものの解雇されてしまった前上、彼はその後街ですれ違った中学生を窒息させようとして転倒させ傷害罪に問われることに。この時前上は懲役10ヶ月の判決を受けますが、服役中も彼の性的衝動は膨れ上がる一方、獄中から主治医に手紙を送り自身でも抑えられないその症状を相談していたほか、出所後も1年間定期的に精神科へ通い続けていました。先生、僕はどうしたらいいんでしょうか。人を窒息させたい衝動に駆られてついゴム手袋を買ってしまうんです。ちょっと病気でね、判断難しいとは思うんだけど、もう危険なことに変わりはないんだから隔離しとくべきだったんじゃないの、この時から。そうですね、もう幼少期からね野放しになってたんで、やっぱりその窒息させるってことと白い靴下へのこう衝動とか欲求っていうのがどんどんエスカレートしてたんです。そんな中で前上はついに殺人へと手を伸ばしてしまうんです。絶望の時間。
2004年12月、それは前上が35歳を迎えた頃、出所後は過去に起こした傷害事件の妄想でどうにか欲求を満たそうとしていた前上。しかしこの頃にはとうとう衝動を抑えられなくなり、殺人対象を探すようになるんです。ただこれまでのように自身の周辺で犯行に及べば、またすぐに逮捕されてしまいます。たとえ自宅などで秘密裏に犯行に及んだとしても、遺体を運ぶ際にバレるリスクがあると前上は極めて慎重にターゲットを探していました。実のところ前上は IQ128 と比較的高い知能指数を持つ殺人犯。衝動的に見える彼の犯行の節々に冷静さを垣間見せるんです。そんな彼が殺人対象を見つける上で最適と判断したツールがサイトでした。これなら誰にもバレずに犯行に臨むことができる。そう、志願者が集まるそのサイトで心中を装った呼びかけをすれば、人気のない山中にごく自然にターゲットを連れ出せます。さらに決め手となったのは、サイト利用者によるその失敗談の書き込み。レンタその際、無意識に車のドアを開けてしまい失敗したことがあります。その書き込みを見た前上は、ターゲットが苦しむ姿を存分に味わうためのある方法を思いついてしまうんです。2005年2月19日午後8時半、大阪南部河内長野市の山中へやってきたのは1台のハイエース。その運転席に座っているのは前上、そして助手席に乗っているのはサイトで前上から心中を持ちかけられた女性 A さんだった。静寂に包まれる車内で唇を切ったのは前上だった。練炭では意識が朦朧とした時に無意識に車のドアを開けてしまって失敗することがよくあるらしいんです。あらかじめ手足を縛らせてもらっていいですか。そう言って前上が取り出したのは用意しておいた結束バンド。死ぬ覚悟ができていた A さんは特に抵抗することもなく手足を任せた。え、次に前上が取り出したものに怪嫌そうに眉を潜めた A さん。そう、前上の手に握られていたのは白い靴下。 A さんにはとその靴下に何の関係があるのか一切わからなかった。 A さんにその靴下を履かせると途端に鼻息を荒げ始めた前上。次の瞬間、前上は A さんの口をガムテープで塞ぎ、同時に彼女の鼻をつまんだ。どうして私を殺すの？いや、話が違う。抵抗の術を持たない A さんはそのまま意識を手放した。そして彼女の絶望はまだ終わりではなかった。おい、起きろ。一度意識を失ったものの、すぐさま前上に頬をはたかれ目を覚ました A さん。前上は彼女に向かい確かにこう言った。もう一回やるぞ。前上は A さんを失神させては起こし、また失神させては起こしを30分にわたり繰り返し、彼女の苦しみもだえる姿で存分に性的欲求を満たしました。そして A さんに声を上げる体力がなくなったと見るや、20分に及んでシンナーを吸わせて失神させ、そのまま口と鼻を塞いで窒息死させてしまったんです。その後は A さんの衣服を脱がせ山中のダム付近に行き、残り2人の被害者についても同様の手口で殺害。最後のターゲットとなった男子大学生については、休憩を挟ませながら1時間以上も失神と覚醒を繰り返すなど、犯行は回を追うごとにエスカレート。逮捕から2年後の2007年3月28日、計3人を殺害した前上に下された判決は死刑。前上はその異常性癖を自分でも止められなかったと語り、抵抗することもなく刑を受け入れます。そして同時に彼は次のような言葉を口にしました。二度と自分のような人間が生まれないよう、私を研究材料にしてほしいんです。実はこの言葉によりそれまで分かっていなかったもう一つの真実が明らかになるんです。何、まだなんかあんの？前上のね、異常性のきっかけは小説の窒息シーンなんです。まあ、でもそれだとね、白い靴下に興奮することだったりとか、解離性障害を発症したことへのね、そういったことへのこう説明ってのがつかないんですけれども、実は、さらに深掘っていくと、前上のね、これらの衝動のきっかけっていうのは、幼少期にその原因があるとされているんです。憧れと失望。死刑判決となった前上の要望を受け、彼の異常性癖の原因究明に協力したのが東海学院大学教授の長谷川博一さん。長谷川さんは前上と計17回の面談、29回の手紙のやり取りを行い、これまで語られてこなかった彼の幼少期のトラウマにたどり着いたんです。そのトラウマとは、白バイ隊員の父親だったんです。お父ちゃんは悪人を捕まえる正義の味方なんや。仕事が忙しくなかなか構ってはもらえないものの、幼心に父への憧れを抱いていた前上。彼が異常性癖に目覚めた小学4年生の頃、父との間に穏やかではない出来事が起こっていたんです。かなりまさかよね。憧れてたはずのお父さんとなんで何が起きたってね、実はですね、前上のお父さんもですね、前上と同じ症状を発症していたというんです。その出来事は前上の母の外出中、父と前上が自宅で二人きりになった時のこと。お父ちゃん何するの？やめて。父親は何の前触れもなく真上に馬乗りになり、彼の首を絞めました。
前上はこの頃1ヶ月の間に3回も父親から首を絞められたといいます。その際いずれも怖いくらいに無表情で前上の首に手を伸ばしていたという父親。長谷川教授は後に前上が患う乖離性障害の症状がこの時の父親にも出ていたと分析しています。またこの直後父親は飲酒運転で事故を起こしており、その事実を前に前上はこう思ったというんです。お父ちゃんは正義の味方じゃなくて犯罪者やったんや。前上が白い靴下に異様な思い入れを見せていたのは白というその色に白バイ単位の父親を重ねていたため。そんな憧れをトラウマに変えたのが父親に首を絞められたこの事件。そのトラウマをきっかけに前上は窒息と白い靴下に興奮を覚える異常性癖に目覚めたのだと考えられているんです。2007年7月28日、死刑執行を迎えた前上は長谷川教授との面談で導き出されたその答えに納得した様子で刑の執行に臨んだといいます。精神科に通院中、自ら女性ホルモンの注射を願い出るなど自身の異常性癖に必死で抗おうとしていた前上。しかしたとえそれが本当に抑えきれない衝動だったとしても、彼が被害者に与えた恐怖と絶望を思えば決して免罪符にはなりません。一人で死にたくないと訴える志願者に対し、いつもこう吐き捨てていたという前上。これは俺の趣味や、悪いけど俺は死ぬ気なんてさらさらないで。後からどれほどの反省の意を述べたとしても、その悪意弁明の余地などあるはずがないんです。